はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。プロジェクトクロストーン2、それでは前回の続きからやっていきたいと思います。パリに向かうところでしたね。まあ飛行機で5時間切るくらい。博士、そろそろか。あら、レイジ君、そうね、もうそろそろだと思うけど。到着は？他の子たちの様子は？この車、遊びをクリエイトしすぎじゃん。真面目に寝ちょる連中なんてほんの少しだぞ。あなたたちは休みは取ったの？ちゃんと。あ、まあな。個室は結構あるからの、いくらでも寝放題じゃん。私の桐生1号で怪しいことはしてないでしょうね、本当に。それはわからん。まあいいけど。ほら、パリ上空よ。そろそろみんなに声をかけてちょうだい。館内アナウンスとかないの？ちなみに車内の備品で遊んだ人からはお題をもらうから、がっつり。遊びの沙汰も金次第じゃのう。そろそろだって、早いな。すげえ性能の飛行機、いや車か。シンラの技術も相当なもんだ。エージェントや博士はちょっと泣ける連中だがな。しれっと悪口を言うな、バカ者。褒めてるのよ。さて、寝てる人たちを起こしてこなきゃ。大神さんたち、大丈夫かしら。心配しないで、さくらさん。あの方ならばきっと大丈夫です。それに、パリ歌劇団、地元の隊員もいるんだろ？地の利はある。むしろ、大神さんとパリ花組のみんなが一緒にいるのが心配だったりしてね。ジェミニ、そういう冗談はやめて。大神さんもエリカさんも戦っているのよ。ソーリー、ジョークですよ、ジョーク。仲間を信頼しているんだな、さくら。当然です。大神さんは大丈夫。エリカさん次第ですけど。ジェミニの言ったこと、冗談で済めばいいのを祈っておるぞ。ねえみんな、窓の外を見て。街の光だよ。ああ、無事に着いたようだな、パリに。おお、鎖がいっぱい。やはりこの街にも金の鎖が。消えていない、ということは、オーマはまだ来ていないのか。わからんな。だが、パイロンはこっちを狙っているはずだ。急ぐに越したことはないってことね。ああ、降りたらすぐにテアトル・シャノワールへに向かうぞ。待っていて、大神さん。お、防壁が。大神さん、大丈夫ですか？ああ、今、防御シャッターを上げた。これでしばらくは持つと思うが。少し休んでください、大神さん。ずっと戦い続けてるじゃないですか。そうはいかないよ、エリカ君。歌劇団のみんなも各地で頑張っている。周りの金の鎖、これを調べられる状況にしなければ。でも、こんな戦いを続けたら、さくらさんたちに助けを頼めないんですか？何時間か前に連絡を取ってみたんだが、途中で繋がらなくなってしまった。それに、ニューヨークにも敵が現れたようなんだ。さくら君たちも戦っているんだよ。いや、飛行船の中で寝てたけどね。お、パイロンだ。こうやってさ、ワープできるんだったらさ、もうそのまま直にワープしてこいよ、もっと。内側に。大神さん、シャッターの内側に敵が。なんだって？こちら側の敵は相当したはずだ。どこから？ここもまた人間の世界か。そして金色の鎖、全く興味深い。明らかに人間じゃない。まさか新たなパリの怪人。我が名はパイロン。人間よ、この場所は私がもらい受ける。傷ついた弱者を手にかけるつもりはない。猿がいい。優しいそうはいきません。シャノワールは渡せませんから。たとえ好みが砕けようと、みんなの帰る場所は守ってみせる。滅ぶために戦うというのか。まあいい、退屈な弱者に用はない。行くぞエリカ君。シャッターが破られる前にあの怪人パイロンを倒すんだ。でも大神さんの体が。俺は倒れはしないよエリカ君。守るべきものがすぐ近くにあるんだからね。大神さん、大神さん、エリカはエリカ君、最悪の場合君だけでも生き残るんだ。分かったね。大神さん、エリカ決めました。私たった今大神さんのパリの恋人を辞めます。エリカ君、最後まで大神さんと一緒に戦います。だから最後に私を本当の恋人にしてください。エリカ君。そこまでよ。何もしてないよ。これは体が勝手に。
通に歩いてきてんな。逆側来らっこいよ、逆側から。そうすればすぐパイロンがいるのに。帝国歌劇団参上。さくらくん、いやいや僕たちは歌劇団じゃ。帝国歌劇団参上。参上。なんか空気が重たい。何をやっているんだ。おい、あの二人がさくらやジェミニの同僚か。ああ、大神一郎とエリカ・フォンティーヌ、歌劇団の総司令官とパリ歌劇団のメンバーだ。そうなんだ。あれ、もしかして恋人同士。あかん。ノー。大神さんは歌劇団の隊長で総司令です。みんなの大神さんなのです。なんかさ、特大の地雷を踏んでない？これ。空気が震えている。君たちはどうやってここに。死んだの。飛行機会を借りたんです。ニューヨークからここまでひとっ飛び。そういうことじゃ。また会ったの、大神一郎。死んだ。確かに見知った顔が。だけどどうしてニューヨークに。ニューヨークへ借りたいだけだったんだが、こっちのニューヨークに来ちまってな。そこでさくらさんたちを助けることになって、パリが危ないって話を聞いたんです。それで駆けつけたってわけね、さくら。大神さんの危機ですから。そう、危機ですからね。さすがです、さくらさん。大神さんのピンチに颯爽と駆けつけるなんて。そうね、間に合って本当に良かったわ、エリカさん。はい、そうですね。息苦しい。空気が薄いよ。壁の向こうは敵、内側にも敵。その上でこの空気か、はちゃめちゃだな。そして内側の相手はやはり貴様か、パイロン。ダークストーカーズか。何をしに来た。その子たちを助けにね。他に金の鎖のことやあなたのこともあったよ、パイロン。あなたはまだはぐれ者たちの島の幽霊たちを連れているんですか。それは少し違うな。この者たちはこの場で私が呼んだに過ぎない。呼んだ、召喚したということ。今この世界は揺らいでいる。だからこそ面白いのだが。揺らいでいるだと。時空に数多くのほころびが見える。まるで星の渦のようだ。もったいつけた言い方はせんでもよい。何が目的だ。この鎖だよ。この鎖がどこから来ているか興味があってね。何、お前にはそれがわかるのか。何者かが何かを探している、そう感じる。それは王魔ではない、とでも言うつもりか。その真実を知るのはこのパイロンだけでいい。失せるがいい、弱き者どもよ。弱いだと、聞き捨てならんな。強い弱いはともかく、さすがの宇宙の支配者様、いろいろと知っていそうじゃない。パリの怪人ではなかったのか。なら壁の向こうにいる蒸気銃はどこから。とっ捕まえて聞き出しゃいいさ。はい、そして召喚銃の悪用をやめさせます。シャッターがいつまで耐えられるかわからない。だがみんなが来てくれた。はい、これなら戦えますね。よし、一気に押し返していくよ。あちこちから邪悪な気配がします。みんな油断はしないで。増援が来るってことね。まあ今はもう増援は普通に出てくる感じですからね。まずこのさ、出撃メンバーってどうやって選ばれてんだ。チュンリーは出したいでしょ。ヤクザモンちょっと外すか。またでチュンリー入れて、スト2キャラどうしようかな。ドットハッカーズも絶対、おおっていうかメンバーが少ねえ。ゴッドイーター外すか。ドットハッカーズは入れたいでしょ。チームバシロンは外してコスモス入れるでしょ。ロックマン X かバイオハザード入れる。こいつらも入れる。この竜と剣は一旦外して、ロックマン X か。そうか、じゃあ今回でもな、チュンリーはやっぱり複数攻撃が使えるかだな。このメンツでいくか。10分の10。結局マックスは10なんだね。そこは増えてない。だから出れないキャラがだいぶ多くなってきたな。またちょっとマップのチェックをしつつ、これはなんだ、
ああ、宝箱だな。このドラム缶は壊せる。スーツケース的なものが今回宝箱で、こっちの奥の方にはない。こっちの外は、なさそうだな。ここら辺の町の人たちって今どうしてるんだろう。じゃあダンテで取りに行くか。大丈夫よ。私はここだ。ま、適当に。大神ちょっと一回合流させるか。ここら辺で合流するだろう。了解。ほら、なんもない。やってやるぜ。ただの器物損壊になってしまった。わかりました。移動力って増えないのかな。シャッターにヒットポイントがあるわけじゃないな。先にパイロンを倒すのかな。シャッター殴るとか、一応なんかびっくりマーク的なものはついてるけど、まずはアイテムを回収するか。ほい、使えそうだ。サンドイッチ、やった。超腐ってそう、ね、あのサンドイッチ。スーツケースの中に入ってるサンドイッチって。ちょっと先にこいつらを動かそう。やりましょう。あ、それにぶっ壊すか。これいい。おお、行くぞ。街を完全に荒らしてるな。逮捕されそうだ。まだ来ないよな。ここで迎え撃つか。任せろ。行動開始。合流合流。参りましょう。よし、こいつはもうここでいいや。シャッターのところから攻撃は通るのかな。これたまにね、ゲームによっては壁越しだろうみたいなのがあるからね。いや無理だな、マスがいけない。これ以上マスも表示されないし。よし、ちょっとドットハッカーズ調査開始だ。よーし、やりましょう。やるぞ。起動ロックあるやつはいいな。行くぞ。でここでこういう感じでフォーメーションを組もう。何これは、壊れたか。なかなかのタイミングだな。しまった、防御シャッターか。よく持ってくれたわ。到着が遅れてたら危なかったわね。壁の向こうは中世の騎士みたいな連中か、こいつらは。この敵は過去にパリの怪人が使っていた蒸気銃です。パイロンが召喚した可能性は、ニューヨークに現れた魔人と同じで本物なんじゃないかな。魔人たちは目的があってリトルリップシアターを襲っていたが、ならばこいつらの目的は何だ。単なる破壊工作か。ニューヨークでは指揮している奴がいた。ここにもいるんじゃないのか。やっぱりパリの怪人なんでしょうか。ああそうだったらいいんだけどね。え、大神さん、気をつけろ、この気配、何かいる。これはデビルか。何かを感じ取ったようだな。あやめ様ではないか。なんかすごい格好の人来た。なんや、シャノワールっちゅう店のママかいな。いや、ああ見えても帝国歌劇団の副司令だった人だ。そんな、あやめさん、でもどうしてまた私たちの前に。私はコーマアヤメ、あなたたちに会うためにこの世界に舞い戻ったのよ。パリの怪人が使った蒸気銃、そしてニューヨークの魔人の復活、予感はしていました。あなたもまた戻ってくると。でもどうして、何があなたを蘇らせたんです。もう俺たちと敵対する理由はないはずです。私は今までに滅ぼされたコーマの怨念、時の狭間に淀んだ人の悪意から生まれた存在。つまり私たちの知っているアヤメさん、いえコーマアヤメではないと。今の私はこの世界につなぎ止められている。
次元を貫く力によってね。つなぎ止められた？まさか鎖の効果だっていうの？以前ザベル・ザ・ロックから得た情報では、金の鎖は何かを指し示すものでしたよね。オーマはそこから何かを掘り出している。だがそれ以外の力があるということか。死したものを蘇らせると。おう、そのあたり知りたいですか？誰ですか？この独特な喋り方、おそらくあの人だと思われます。わお、ずいぶん人がいますね。そして神羅のエージェント、毎度毎度懲りない人たちです。お前に言われたくない。ニューヨークの鎖を回収したのはオーマだな。隠しても仕方ありません。その答え、 Yes I do。 この鎖の刺さった先に何かがあるってことは分かっているんだ。まさか死んだやつの魂が埋まっているとかじゃねえだろうな。おお、何が何やらちっともわからん。それは違うわ。この鎖は探している己の半身を、101個に分かれたかけらを。 What？ なんじゃ101個。なんでアヤメがオーマのことを知っておるんじゃ。この鎖はかけらを探すために放たれたもの。異次元に飛び散った魂を呼び寄せたのは。おう、ストップストップ、何を言ってるのですかね。あれ、あの焦りっぷりマジっぽくない？どうしてそんな情報を教えてくれるんだ。大神一郎、私の体はコーマの怨念に縛られている。だからあなたがそれを断って、コーマアヤメを。アヤメさん、この体は我らコーマのもの。この恨みは消えることはないのだ、過激団。あなたは静かに眠るべき人だ。必ず解放します、鎖の呪縛から。思わぬところから情報が出たな。誰か、いや何かが自分の体を探している。へ、急にネタバレを食らったみてえだな姉ちゃん。仕方ありません、見せてあげましょう。ちょっとだけよ。何を見せる気じゃ、主も好きよね。結局鎖は壊されんのか。鎖が消えた？それと入れ替わりに、なんだ敵なのか。光線データはありません。新たな適正体として登録します。15と18、オーマの新しい仲間なのね。おお、これがサルベージしたものの正体ね。これマジ本当なのです。確かに初めて見る敵だけど本当に。話をそらそうとしている気がするんだけど。のんのん、金の鎖はちょっと危ないんですよ。放っておくとこんなこともできます。お、なんだ、結局はモンスターを呼び寄せんのかよ。また敵の増援部隊が。これははぐれ者たちの島のはぐれ召喚獣。パイロンと同じか、つまらんゲーだ。鎖は揺らぎを生み、次元の壁を柔らかくします。こんなこともイージーオペレーション。もう怒りました。いい加減にしなさい。かわいそうな召喚獣たち、送り返します。アングリーナウなアーティーよ。何か方法があるのかの。ええ、こうするんです。逆召喚で呼び出された召喚獣たちをはぐれ者たちの島へ送り返します。おう、レアリー、そんなことができますかね。アティ先生、頑張ってください。かわいそうな召喚獣たち、元いた世界に帰りなさい。なんか出てきた。召喚獣の夜。出てきちゃったけど、先生、送り返すんじゃなかったの？どうして裸の人が。まさか召喚の力が逆流しているの？逆流って、逆にこの裸を呼び出しちまったってのか。やるじゃねえか。裸裸言わないでよ。あんたたち誰なのよ。それにここはどこ。この娘、テレビで見たことあるな。確か孤児院猫の子ハウス。え、あれって映画ドラゴン VS 猫又のフェリシアじゃないのか。それは剣に騙されて出た映画デ
ことを知ってるのは2だね。ってもっと有名なのあるから、ミュージカル「この世は私のもの」とか。今だってパリ公演でこっちに来てたんだからね。間違いないぜ、キャットウーマンのフェリシアだ。俺たちの時代から引っ張り込まれたらしいな。災難ね、子猫ちゃん。現にモリガン、それになんか久しぶりに見る人たちも。どういうことよこれ、誰が何をしてこうなったの。ごめんなさい。意外とおっちょこちょいですね、先生は。アハハじゃなくて、ちゃんと説明してよね。私に任せてください。うお、分離した。お、猫になった。フェリシアさん、同じ猫同士戦えばいいんです。え、はい。聞けばフェリシアさんはミュージカルスター。そう、あなたは神様に選ばれてここに来たのです。神様が？本当に？シスターである私が保証します。私もシスターやってるけど関係あるのかな。おお、ミステイクをしたようですね。まさかのミュージカルスターフェリシアとはね。あなた誰？ウサギのダークストーカー？まあ似たようなものさ。いろいろと悪さをしているオーマのエージェントだ。やつがふざけた召喚獣を使ったんでな。アティはそれを送り返そうとしたんだが、なんでか私が呼ばれたってこと？もう何なのよ。私たちの時代からも召喚はできる。これはチャレンジしてみる価値があります。何か召喚術を使った悪事を思いついたようじゃな。ちょっとそこの黒ウサギ、いたずらはほどほどにしなさい。いたずらじゃないのね。もし成功すればベリーベリーグッドなのです。サモンフレンズ、新世界の魔獣、カモンナウ。まだ来んのか。ありゃ、呼ばれてびっくり。サヤちゃんじゃないか。私はヨウコサヤ、今後ともよろしくね。わしはシャオメイ。うん、これから仲間。もちろんチミノじゃよ。召喚は大成功です。イエース。仲間のサヤを召喚したのか。もう一匹チンチクリンナのもおるが。誰がじゃ、まだまだ成長しとるっちゅうの。毎日おいしい牛乳ごっくごくじゃぞ。シャオメイさん、どうしてあなたが召喚されているんですか。いい加減な術を使いよって、この距離でまでわしを召喚すな。おお、ソーリー、私もミステイクね。でもさや合流できましたです。ああ、お風呂に入っている時とかじゃなくてよかった。シースちゃん、次からはやる前に電話してね。ラジャー、了解ね。シャオメイが急に消えて何が起きたのかと思ったぞ。そこに召喚されたのか。オーマ、新しい芸を覚えたようじゃの。次元を超える金の鎖を研究した結果ね。それ以外は内緒よ。101個に分かれたパーツを集めているという話ですか。ん？おう、サヤ、いろいろバレちゃいましたです。ははは。あははじゃないでしょ。これはお仕置きよ、シースちゃん。ノー、お尻は堪忍しておくんなまし。私のせいじゃありませんのね。ふふふ、じゃあ誰のせいかしら。アン、あなたは確かコーマの。なるほど、鎖の力に惹かれたのね。コーマの恨みを晴らすため、お前たちの計画利用させてもらうわ。構わなくてよ、私たちに不利益じゃなければね。ふふふ、ならばいでよコーマたち。敵がわんさかわんさか来るな。コーマ、エリカ君、戻るんだ。戦うしかない。わかりました。じゃあフェリシアさん。ま、しょうがない、黒猫さんに付き合ってあげよっかな。じゃあみんなのところへ行きましょう。フェリシアさん、ごめんなさい。気にしない気にしない、悩んだって始まらないし。そんなんでいいのか。いきなり召喚されてわけわかんないところに連れ回されたら。照明、お前も戻ってこい。まったく、人をなんじゃと思っとるんじゃ。わしの忠誠度が下がっても知らんぞ。じゃあ私も準備させてもらおうかしらね。どこで準備してんの。そしてカムヒア、カタナちゃん。ふんふんふん、退屈しない者たちだ。そうでなくてはな、ここまで来た意味もない。
まったく飛んだ召喚合戦じゃったな。ちと楽しそうではあったわ。まるで野外ショーね。シャノワールの出し物だったらよかったんだけど。いいんじゃない、それでバトルミュージカルの野外公演行ってみよう。だったらエリカ、いつもみたいに頑張ります。エリカ君、周りを巻き込んで転ばないように。この戦い失敗はできない。行くぞみんな。カスタマイズ、これでもさ、入るところなくねこいつ出てないし。いらない、残念だけど。さて敵のラウンドからか。おお、すっげえ増えてきたな。オーダーを貫いた。オーダー方針、ジェミニー行くわよ。勝利のパ、来るか。まずパイロンを一番最初に始末するべきだな。わお、こいつも来るのか。やるわね。100溜まったら速攻攻撃、100溜まったら速攻攻撃だな。こいつでだいぶ稼げるからな。1万マジか。私がついてる。すっげえパワーがあんな。よし倒した。つえ、こんな出来ではレイジにお仕置き。行くわよ。こいつも来るか。すげえ敵だらけだな。まずボスの動きにちょっと合わせよう。おお、ギリギリだな。ここで迎え撃つ方向にしよう。ストライダー飛竜、ここはこの4人で任せよう。ストライダー飛竜はちょっとこっちの方に行くとして、パイロンがどこまで来るかだな。ドットハッカーズの隣の隣、こいつを起点にしてここで迎え撃とう。よし、4500のブロックあり。ユニオンバトル作戦、一瞬割れよ。それとどめだ。決まれ、ノーラバセガリ突き打ちまくり。効果方針。勝利者インタビューです。一言ど、よしで、大神もここら辺に置いとくか。準備完了しています。でこれ印つけたいんだけどな、なんかつけられないかな。セレクト違う、スタート違うダメだ。アリスレイジのところを起点に配置すればいいわけだな。ここ私はここだ。ここ構わん。ここストライダーちょっとこっちだな。チュンリーは複数攻撃があるからなるべく取っとこう。よし、オッケー、ここで迎え撃とう。反撃できるときには反撃する。あ、これちょっと弱いやつだな。よし、正には勝つ。17レベル、新たに仲間になるやつはレベルが高いな。こいつらは苦しそうだ。俺が救ってやろう、死という名の救いを。4000くらいだったら減らせられる。楽勝だな。さすがドットハッカーズのカイト。イエース。ん？行くか。18、そうか、なんか新しく出てきたやつだな。この距離な。うおー、21000。マジか。勝利のために進みましょう。ピノリアちゃん、雑魚敵もたまに強いやつが出てくるからな。みんな敵から離れてください。いや。
この身に刻め。おーっと、クリティカルは出なかった。このくらいだったら必殺技を使うのはもったいないからな。こいつらだ。結構ヒットポイントあるやつらが多いな。これで解決だ。うん、決めようよ。うん、倒せなかったか。まあしょうがない。殺すわよ。おお、早めも来たか。だがこれだけ密集しているということはパイロンは巻き込もう、確実に。ほい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 適当だけど暗いな。どんどん打ち上げ、まとめて踏んであげるわ。あなたたちも終わりよ。全空脚三体を倒したな。あっちゃー、失敗しちゃった。おー、いい経験値持ってますね。で、あとはさやか、どうすっかな。このターンはちょっとこいつらを倒して邪魔をす稼ごう。ブロック解除お願いします。トラミ崩し貫け。どこを見ている。こいつを食らいな。基本だ。悪いな。ショットガン全力で叩き込む。裏はずき遅いショットガン。スイープレッシー。少しでも稼ぐ。ゆっくり眠りな。おお、意外にレベル低いな。こいつ14レベルか。さらにロックマンは15、クリスとジル16。いつの間に。ライジングファ今が正義を貫く時だ。パーティーを盛り上げるか。正義の炎を見てる。ミサイルインストール。ラッサンダーケロ。決めるぞ。最後は私だ、キャプテンコルド。おお、全然当たってね。でも3000くらいなら全く問題はない。よし、 120%。この戦闘データこっからストライダーヒルよ。あいつ当たるかな。パイロン、俺が行く。当たるな。援護も入るな。よし、ブロック解除は君にやっておこう。中国4000年のあれこれ見せろ。メーグルマン、フラーグルマン、消えちゃいなわけよ。いかれ、私のイケてる大技。はー、よしよしよし。3発クリティカルが入ればかなりでかい。さらにここでラグナロク倒した。ボスキラーマジ強え。はっはっは。今この世界は最も面白い状態にある。何、やがて姿を現すであろう新世界。それこそ我がコレクションにふさわしい。ちょっとこれ以上無茶苦茶しないでよね。気は熟しておらぬ。ならば次の世界を見ておくべきか。どういうことなんでしょうか。パイロンさん、一言お願いします。ふん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 。中に入っていった。やつの復活もまた金の鎖によるものならば、やつ自身がその力を放っておくはずがない。パイロンの動向には注意が必要だと思われます。あやめもが倒せるかな。ちょっとアリスレイジで稼ごう。こいつはマジ XP 稼ぎになるからな。お願いします先生。OK、 150まで溜まったな。ご機嫌よ。こんな出来ではレイジにお仕置きされてしまう。さてこれでアヤメだな。こいつなんだ。あ、毒ってんのか。ドットハッカーズ行こう。ガードはあるな、やっぱり。皆さん張り切っていきましょう。ヤブ永遠の剣よ。二人とも
ワゲン押しつぶします。ごめんなさい、すいません。コランシュ、いっそツバメ返し。コランシュ、いっそツバメ返し。ちょっとヘルが弱いかな。今めっちゃギリギリで入った気がするんだけど、よし入った。半分くらいか。これ反撃食らうぞ多分。ほらね、いてえ、やべやべやべ、うわお、死ぬ死ぬ死ぬ、マジやばい。回復回復 100% 回復。さてこいつはどうする。ちょっとほっとこう。大神の毒をまず回復させましょう。で、こいつを殴る。ユニオンバトル作戦。ぶち上げ。シーア。とどめだ。とどめを刺す。シーア。試練一戦。回って。正には勝つ。もう一回攻撃すれば。コスモス届くのか。届かないな。ってことはこいつを攻撃しておくか。ブロックを外す。剣と召喚術で。よし100いったな。どこに行っても戦いはなく。さくらで横から15,000。作戦怒涛でいく。終わりよ。せや、とどめだ。とどめを刺す。せや、緊急リポートです。おお、だいぶ浮いちゃったな。おにぎり美味しいよ。それで撃ちます。確実に倒すから必殺技を使う。成敗。さらばだ。あやめ。この力、この体、我がコウマの復讐のために。コウマ、あやめさんの心を解放しろ。私たちが相手になるわ。あやめさんはもう関係ない。私が関係ないだと、どこまでもおめでたい連中だ。戦いは始まったのだ、再びな。どうすれば解放できるの？答えてください、あやめさん。その答えは戦いの中で見つけなさい、大神くん。あやめさん。殺すしかない。もう、殺すことで奴を救うしかないんだ。この戦い、これでもう引けなくなった。あやめさん、必ず。分かったわ。どうしようかな。118% か。ここで攻撃をすれば多分クリスが、ちょっと待って、でもクリス最後だからな。攻撃食らったら回復するタイミングがないな。これまた悩ましい。ここで待機させとこう。おとりになるか。攻撃できるやつは攻撃してまた XP を貯めていこう。こう見えても先生ですけど。必死にください。はっ、現地の、よっ、えい、はっ、もう誰も傷つけさせない。すでに敵はいない。ここで援護したいと思います。飛ぶなー。やっぱりフラッシュアタック、ヘビーボム撃ってみたいと思います。銃鳴らします。と、いつ楽勝ですね。来た。二人狙いか。まとめてお相手ね。もやしがきたです。あんまり食らわないな。うお、気絶した。でもまあ復活いった。なんてこった。こっちよ。ひどすぎる。反撃できる。この勝7000か。貫いた。王が方針、絶対。
オーケー。やっほー。承知。お、サヤがこっちに来たってことは完全防御だな。おとり作戦成功じゃん。木は土に、水は火に、火は金に勝つ。そんなかっこよく言ってもダメージはゼロなのだよ。おわってか、ワンサカ来てんな本当に。まずちょっと一旦回復させるやつを回復させよう。カイト、あと減ってんのはさくら。こんなもんか。状態上は毒がいるね。OK。83%。こっちは何パワーあんだっけ ?4800 か。ダンテで倒そう。ブロックはなし。いけんな。弱い。経験値くれんの？遅れる。よし、15レベル。ようやく、カリーナアン&ハイタイム 91% か。サヤは多分あの3人で倒せそうなんだよね。大神が多分何も装備してないから、攻撃力は弱いから、ブロックなし。倒せるか。おお、倒した。よし、127%。またチュンリーを投入するか。そうすると、1234、まあ適当に。これを鍛えるのも悪くないな。使い勝手がいい。手数をもっと増やさないとダメ。その代わりただめっちゃ強いっていう攻撃力ではないか。また100まで貯めないといけないんで。幸せな一生砲弾貫いて、砲火方針、ごめん貫いて、楽勝だったね。てかさ、スキルなんかいいのないの？これをいちいちな見るのかな。スクラッチ EP ダメージって何？これ EP 減らせられるってこと？使ってみたの？なんかよくわかんないけど使っちゃったよ。これで、これでちょっと待って、使っちゃったから、使っちゃったから攻撃しよう。とりあえず横から、まずはレオン、ブロック外せるか。よし、お願いします。お、気絶した。やった、ロック解除。あとは当てるだけだ。あー遅かった。危ねえ、入った。あ、そうか、気づきだから入るんだ。しぶとい相手には慣れてるのよ。君は気絶してなさいと思ったら気絶が解けた。正には勝つ。後ろから、あ、気絶してるか。あいつには気絶しててもらおう。そうすると、ストライダー飛竜、ここいけるな。シース狙えるな。100貯めてシースをぶっ倒そう。なんでこいつを13000。ここは私たちにお任せ。リゴータイゴー、ほら、炸裂。醤油、この部屋も剣と召喚術で助けます。ほら、この位置でね、固定できれば。もう誰も傷つけさせない。これから爆破。止まりなさい。残酷から爆破。シャットダウン。オーケー。なんかコスモスとの絆。さて、飛竜のためになんかスキル、あ、ムーブプラス1とかいうのがある。
なんかいいのないかな。経験値アップとかがいいんだけどね、本当は。あ、あった。これにしよう。あれ、選べない。選べないんかい。あとは無理だな。ジェネシスとかはね、多分選べるはずなんだよね。まあいいか。とりあえず君には死んでいただく。おお、無理か。削りきれなかった。あ、しまったしまったしまった。必殺技を使わなかった。それにより反撃を食らってしまった。痛い。レモン組でいいか。仕方ない。ドットハッカーズでなんとかするか。ブロック解除。一斉に攻撃しましょう。ソルバルーン、竜巻の術、ガストノッチ。みんな敵から離れてください。見ないで。オツマ、仕掛けるぞ。受けろ。ダッヒル、走れ刃。出会えにかかる。ほら、足つかす。くっとめ。一層食べ返し。くっとめ。これはもう技使っていいっしょ。え、残った。あぶねえ、あぶねえ、マジびっくりした。よーし、1万8000か。まあ正面からだからな、そんなもんか。あうち、全く野蛮な人々なのです。こそこそとあちこち動き回ってる奴らに言われたくないぜ。おう、サルベージの第一段階は終了したのね。今回はそれで OK としましょう。では See you next。鎖の先に埋まっていたのはオーマの新しい戦力か。だがそんなに大層なものか。呼び出された連中にそれほどの力があるとは思えん。第一段階と言っていたね。サルベージが全て終わったらどうなる。ここのやつらはちょっとほっとこう。あいつは気絶してることだしね。やるね。いてー、はい、承知。威力の高いやつはこれ。弱い。全然減らせられねえな。チュンリーはちょっと宝箱回収行かないといけないかな。柔らかくしなやかに。してあげるわね。この溜まったメーターは次さやちゃんにぶち込みましょう。プラズマスターグラディエイター出撃。幸せ暗黒宮。捕まえた。よいしょっと。飛んでけ。おお、ちょうど倒したか。よし、行くぞー。あれ、どこだっけ。宝箱、こっちの方にあったよね。あるあるある。で、下はないよね、本当に。このドラム缶どうしようかな。ストライダー飛竜派遣するか。分かった。気になるといえば気になる。で、ちょっとサヤ様には行くぞ。このまま死んでもらいたいから28000。気絶してるから後ろからぶん殴ればなんとかなるはずなんだよね。ジェネシス獲得経験値 25% アップ。そう、これ選べる、やっぱりね。じゃあ起動お願いします。後ろから狙う卑怯者。ブロックはまずこれで外す。ボ
りにやってみるだけだよ。おら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 、しかばちか進むしかないもんね。いきなりバイバイ。あーちょっと早かったかな。うん、早かったな。倒したでも。神羅万象。762。まあ昨日なんだこれ。あー昨日右のままで呼ばれたんじゃこんなものかしらね。あーそうそう、ゴッドイッターちゃんたちの鎖は回収したから。え、私たちが去った後でですか。ちっ、ゴテゴテだな。どのようにでしょう。それが分かれば私たちでも。これあげるから教えてよね。ちくわぶ、もち巾着、この辺りが入っていないから減点ね。汁気が多いのばっかりだよ。だがコウマアヤメ、彼女のおかげで情報は手に入ったぞ。あちこち3周か4周して100個のパーツを集めるとラスボスに会えるんじゃったな。101個よ。その数字前に聞いたことがある、ある計画の名前の中にな。うん、いずれわかることよ。その時には手遅れかもしれないけどね。101体計画か。あと敵何体だ。こいつは取っとくだろう。了解。しよう。ブロックあり。クロスヒットします。美味しい。チャンネルはそのまま。これはねカットできないみたいなんですよ。あとはドットハッカーズが後ろから。ちょっとどう、少し騒がしくなりますよ。一瞬ツバメ返し、太陽の鳥よ。コランシュ一瞬ワイヤン、レベルアップしていけばより強くなれる。コスモスは横から行くか。ドーンと決めちゃいます。将軍、我々の禁止、止まりなさい。ワンキュリン、これはこれ、君のシャットダウン。もう誰も傷つけさせない。なんかいない。コスモスとの絆を感じたよ。感知はできよ。し、あと2体。じゃあちょっと宝箱回収をやりますか。金の銃&銀の銃、確実に武器だな。結局ドラム缶には何にもなかったな。まっこいつを殺して終わりだ。一応コンボがつながるともらえるお金が増えるみたいなんで全力を尽くす。普通の攻撃で1万5000とか強すぎだろ。改めて礼を言わせてくれ。みんなありがとう、助かったよ。さくらくんもだ、君が来てくれて嬉しいよ。そんな、私は狼さんを助けたかっただけです。評価が上がったさくら。ラブコメです。激しくラブコメが展開されているようです。付き合う方は結構疲れるけどね。あ、それはそうと、金色の鎖、あれは何なんですか。話すと長くなるけど、オーマが何かを掘り出すために使っているらしい。それがさっきの敵か。だがそこまで強くなかったよな。金の鎖には他にも効果があるようだし、あの敵は単なる副産物かもしれないね。次元の壁をもろくする効果か。さっきの召喚合戦もそのせいだったな。もう飛んだハプニングだよ。公園すっぽかしちゃうことになっちゃう。諦めるしかないんじゃない。私も撮影途中よ、フェリシア。世界がこんな状態で映画やミュージカルをやっている場合じゃないだろう。ここまでの移動中ずっとゲームで遊んでなかったか。あの車、わしらが若い頃に流行ったゲームが行さんあったからの。無駄口を叩いている場合か。これからどう動く。俺は君たちと一緒に行くよ。コウマ、アヤメを追う。ええ、もうそれぞれの時代や世界の問題じゃないわ。みんなで解決しないと。まずは町をもう少し調べた方がいいんじゃない。まだ変な容器が抜けてないよ。容器だと。なぜそれを感じることができる。
地震、夏の湯、陽気の仕業か。次元の歪曲を確認。大質量のものが出現すると思われます。この力、向こうか。おお、なんだこれは。あれは巨大な木ですか。例の鎖が刺さっているような。それにこのよどんだ力は。そんなあれは。あの木は何の木なんじゃ。気になる木じゃぞ。あれはオークの巨樹、かつてパリを破壊した怨念の木だ。でもあれはパリ歌劇団が消滅させたはずでしょう。クイーンゼノビア号と同じく金の鎖の力で再び現れたんじゃないのか。放ってはおけない。博士に連絡して勇気1号で突入を。そのことなんだけど、まさに。あ、博士、ちょうどいいところに。あなたたちの期待の眼差しには答えられそうにないのよね、これが。何かあったのか、車両を使いたいのだが。あの木が現れてから隆起1号の動力が不調なのよ。あれの内部にエネルギー反応があって、それが干渉しているっぽいのよ、メイン動力炉に。なんじゃと。あの木の裏表までひとっ飛び中わけにはいかんのかの。面倒な話じゃ、下からよじ登るしかないのか。手はある。そのひとっ飛びする方法が。何、まことか。あれか、凱旋門だよな。その通りです。さあ張り切っていきましょう。なんだろう、とてつもなく嫌な予感が。わからん、凱旋門で何をするんだ。夜の凱旋門、すごく雰囲気あるけど。でもね、嫌な顔している人がいるけど、何があるのかな。ふん、ビッグマグナムさ、お嬢ちゃんたち。なんじゃ、下ネタ。菅研もいるというのに、いい度胸じゃ。ああ、現行犯だな。いや、本物の銃が隠れているのさ。今、大神が博士と一緒に起動準備に行ってるぜ。そういうわけじゃ、ほれほれ、シューティングフォーメーション。どうなっているんだ、こいつは確かに大砲だな。そうです、これがパリ凱旋門支部のとっておき、巨大射出兵器ビッグマグナムなんです。違うよ、リボルバーカノンでしょ。これでどうするの、なんて聞くのはやぼかしら。そうみたい。もう多く巨樹の方を向いてるし。みんな準備はできた、行こう。射出カプセルの準備はできてるから完璧に。もう発射されることになってるけど、ちょっと待ってよ、大丈夫なのこれ。前の戦いで一回使ってるわ。その時は途中で何人か落下してしまったけど。マジか。死人出てんじゃん、ダメでしょ。いや、全員怪我一つなかったし平気だろ。ああ、竜巻旋風脚があれば大丈夫だ。飛べねえっつーの。そもそもこんな仕掛けなんであるんだよ。これはヨーロッパ防衛構想、ヨーロッパのあらゆる都市に防衛戦力を送り込むために作られたんだ。専用のブースターをつければ帝都になっていけちゃうんです。それにオーク居住の突入はこれで2回目。データはある。データがあるなら成功率は高められます。作戦を実行しましょう。そうだな、あれのせいで車両が動けないのでは今後も動きづらくなる。よし、3体に分かれて射出カプセルに乗り込もう。結構人数がいるからまたぎゅうぎゅう詰めになりそうですね。生かしたギャルたちと一つカプセルの中、お兄さんちょっと楽しみだね。そう言われればそうやな。ヒッヒッヒ。あらあら楽しそうね。微笑ましくないです。これは何か手を打つべきですね。何やら不穏な空気だけど、博士お願いできるかしら。了解よ。エネルギー反応の一番高い場所に打ち込むから安心して。珍しい植物とかあったら持って帰ってくるように。売ったり食べたりするから無駄なく。新しいおでんパンが作れるかも。バイオハザードが起きかねないからやめておきなさい、ナナ。俺たちの目的はあくまで多く巨樹の排除だ。みんな必ず全員で生きて帰るぞ。3体に分かれるってことは3回戦闘があるってことかな。ここのねカスタマイズ見てもね、ちょっと次誰が出撃するとかは分からないんですよね。直前になって舞台が分かれるっていう感じになるんで。クロスペディアはそうか、あの猫娘が来たか。フェリシア、ヴァンパイアシリーズ。ミュージカルスターだよ。設定はちょっと分からんな、こいつの。はい、というところで、
じゃあ第19話はこれで終了したいと思います。